いやセミでかすむだろ。だからうるさいのか。セミの動きは予測不可能。なんだか外は暑くて大変だな。熱中症にならないようにクーラーは使っていこう。な、霊夢。我、クーラーの涼しさから身動きが取れず。こんな風にクーラーに当たりすぎも良くないからみんなは適度に使ってくれな。そんなことよ、王子。いきなりどうした？夏といえば、夏休み、宿題、遊び、そして何よりも、オラと博士の夏休みをやるんだろ。うん、わかった。でも霊夢、お前見えてないぞ。おっといけない。全宇宙のアイドルである霊夢ちゃんの顔が見えなくなっちゃうもんな。それはどうでもいいとして。今回はオラと博士の夏休み、略してオラ夏をやってくんだな。そうだよ、これをプレイするのをすごく楽しみにしてたんだから。これをプレイせずにこの夏は終われない。よし、ではこんな茶番劇は終わりにして早くプレイしてくれ。OK 牧場。そのネタも古い。ということで早速始めてみるわ。ここは無限に広がる大宇宙の埼玉県蓮香部。野原一家登場。でもヒロシがいないわね。そのようだな。どこにいるのかしら。まあそのうち出てくるだろう。バカンスを迎えるために新幹線に乗って九州に出発お進行だぞ。しかし父ちゃんがいない里帰りをしたらじいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。なるほど、そういうことなのね。今回は里帰りじゃなくてママの幼馴染のところにお邪魔するんだから、二人ともいい子にしててよね。しんのすけたちは夏休みの一週間、九州に住むミサエの古い友人ヨヨコの家にお世話になることにしたのです。熊本、熊本。おお、こっちこっち、疲れただろう。ヒロシも登場したぜ。途中からみんな寝てたからあっという間だったわ。うっ、なんだ。うっ、あっという間の長さを実感してるのね。一行が着いたのは熊本駅。でも目的地はここからさらに2時間かかります。ヨヨコの家はミサイの実家がある阿蘇の隣の隣の阿蘇の町。面白い名前の町ね。あ、くまモン。かわいい。ちなみに調べたら実際に熊本駅にあるらしいわよ。へえ、そうなのか。そして怪しい人が出てきたわ。怪しい人が野原一家を怪しいって言ってるけどな。へえ。ふぅ、なかなかだな。やりますね。気づいてないわね。美人の若奥様？何？私のことかしら。ミサエ、こういう時の反応は早いのよね。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか。画期的大発明、一体何かしらね。渡されたのはカメラのようだな。モニター、商品を試しに使ってみませんかってことよ。これはタダでいただけるんですか。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。いえいえ、もちろんただ。1週間使っていただき感想をもらえればよいのです。怪しいわね。で、これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋でありロマンです。では記念撮影を。おお、じゃあお言葉に甘えて。
謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。これは普通のカメラではなさそうね。あれ、ほら、どこにいたんだっけ。しんちゃんどうしたんだろう。カメラが関係してるのかもね。寝ぼけているんじゃないのか。いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。素晴らしい発明でしょう。かわいい、優しいイラストタッチが良い感じだな。出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの。もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。カメラを受け取って出発したようだな。ここからさらに2時間くらいかかるよ。横さんのお家に向かうのね。さあ、また我が輩の発明の素晴らしさがわからん連中に声をかけてしまった。まあいい、すぐに奴らはこの圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだから。うわぁ、やっぱりめちゃくちゃ怪しいな。多分このゲームのタイトルにもある博士がこの人なんだろうけど、悪いことを企んでる気がするわね。笑い方がやばいもんな。家族で旅に出たのさ、渡り鳥と星の海、とても暑い夏の日に空が映る水たまり、ひまわり畑夕立ち、笑い声と日焼け跡、でもね行き先知らない、ほうき星真昼の月、アッソーに無事に到着したみたい。アッソーに着いた野原家の面々。ところが駅前がちょっとした騒ぎになっていたのです。どうしたんですか。どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。何の骨だろうな。ふふーねえねえ、遺跡から骨が出るのはよくあることなんじゃない。いえいえ、それがなんと恐竜の骨みたいなんです。恐竜、それはびっくりだな。恐竜、ここに古墳時代の遺跡があるんです。その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。恐竜の骨も気になるけど、無事によ横さんのお家に着いたみたいね。野原一家お疲れ様だぜ。野原家来たよ。やっと着いた。よよこ、お久しぶり。こんにちは、お世話になります。ひろしさんもお久しぶり。しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。ふふーい、ほらしんのすけ、みさえとひろしが古くからどっかりお世話になっています。こちらはヨヨコお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。いわばちくばの友。ちくわ、ちくば、
小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。よろしくね。ご覧のように食堂やっています。ちくわはないけどね。ララコちゃん大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。うん、みさやお姉さんお久しぶり。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。寝る子はお猿？それはモンキー。今から雨かな。それは天気。2歳じゃなくララコちゃんがしっかり突っ込んでくれてる。これはこれで面白いな。というわけでこれがしんのすけくんとひまわりちゃん。よろしくね、モンキー。ウキーウッキー。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、宿場の友を助けに来たんだから。助けに来た、どういうことだろう。ありがとう、頼りにしてるよ、宿場の友。今週は急に手伝いが来れなくなったんでしょ。食堂のお手伝いさんが来れなくなったってことか。それでミサイが代わりに手伝うってことなのかもね。あの写真は1号さん、うちで働いてるのは3号くん。で、忘れてた。こっちで影が薄いのがうちのお父さん。忘れないであげて。よろしくお願いします。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず、自分の家と同じように過ごしていってください。キャップは小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。おじさん、ケチャップ？ケチャップじゃなくてギャップ。新聞の記事をまとめる仕事なの。デスクとか社長とかいろいろ言ってたんだけど、なぜかキャップで定着しちゃった。そういえばここはなんで日の山食堂なんですか？それは簡単、うちの名字が日の山だから。ちなみにキャップは日の山守る。でもそれはもう全面的に忘れていいから。ずっとキャップだし、キャップ。ひどい言い方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょ。はい、あ、いや、そんなことは。キャップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。おいおい、そんなことはないぞ。というわけで野原家の皆さん、どうぞよろしく。シロもよろしくね。別のところに来たみたいね。日の山食堂の2階かな。絵日記のご案内だって。ここはきちんと見ておこう。ふふーい。まずは怪しいおじさんに撮ってもらった写真よ。左上にある直球変化球でコメントも選べるようだ。好きな方を選べるってことね。じゃあこの写真は変化球の方にしてみようかな。次は駅前にあった遺跡だ。日の山家の3人ね。とりあえず今できる絵日記はここまでみたいだな。さてこの後はどうしようかな。自由にしんちゃんを動かせるみたいだし、いろいろ調べてみたら。それもそうね。じゃあとりあえず Y ボタン押してみた。絵日記、目標、生き物図鑑、他にもいろいろあるな。進めていくのに役立ちそうね。あ、ケツだけ成人。ブリブリ、ブリブリ。アニメと同じようにめっちゃ動き早いじゃん。まさかできるとは思わなかったわ。移動するときにいいかも。操作説明ね。ふむふむ、まあやっていくうちに覚えるだろう。じゃあこの部屋はある程度調べたから他のところにも行ってみようかな。と思ったらここで操作方法が出てきたぜ。
ふふーい。さて、ここから本格的にスタートってことでいいのかしら？だろうな、ゲージに注意しながらいろいろ探索してみようぜ。ここは、ヨヨコとララコの姉妹の部屋。でも、しんのすけは背が足りず、ドアノブに手が届きません。残念、しんちゃん入りたかっただろうな。1階に降りてきたわ。ここは縁側みたいだ。ミサエとひまわりもくつろいでるな。まだ晩ご飯まで時間があるから、外で遊んできてもいいわよ。外に行けるみたい。虫捕りの案内が出てきたぞ。しっかり読んでおかなくちゃ。よし、頑張ってたくさんの虫を捕まえるわよ。目標を達成すると新しい絵日記がもらえることもって書いてあったな。うん、ちょうど目標を見てるけど結構量が多いわね。でも楽しみながらやっていくわよ。そうだな、圧走は山も見えるし自然も豊かな街だろう。夏休みに過ごすのにぴったりって感じよね。ヒロシは仕事で大変だろうけどな。まあそこは父親として頑張ってもらうしかないわね。霊夢、気に虫が止まってるぜ。本当だ、じゃあ早速捕まえてみる。捕まえたのはセミっぽいな。ちょっと絵日記を開いてみるわね。アブラゼミゲット。こんな感じで追加されていくんだな。この調子でガンガンやっていくわよ。次は何だろうな。ヒナカマキリってやつみたいだ。今捕まえたのはニシキリギリス。キリギリスに種類があるなんて初めて知ったぜ。捕まえていくうちに自然と昆虫の種類とかも詳しくなっていけそうな気もするわね。白も長旅で疲れただろうな。でも犬小屋も用意してくれてるし、白もきっと嬉しく思ってるはずよ。それにこの庭ならたくさん走り回れるしな。白も自然を堪能できるぜ。日の山食堂から少し離れてみたわ。おやおや、ここに歯医者さんの看板が。しんのすけは歯医者さんが大嫌い。怖くてここを通れない。歯医者の看板のせいでこれ以上は進めないみたいだな。それじゃ仕方ないわね。でも進めていくうちに通れるようになったりするのかもしれないわね。虫だけじゃなく山菜も取れるようだな。詳しくはないけど山菜も種類多そうなイメージよね。工房、青空。何が置いてあるんだろうな。わからなかったわね。でも安いお店ではないのかもしれないわね。あれ、シロがいるぞ。もう夕方。どうやらシロが迎えに来てくれたようです。しんちゃんを迎えに来てくれたみたい。さすがシロ。それじゃ日の山食堂へ戻るか。いただきます。いただきます。みんなで揃って晩ご飯ね。ラーメンみたいだな。ボリュームもあって美味しそう。こっちまでラーメン食べたくなっちゃうわよね。ニンニクマシマシの。いや私は野菜たっぷりの味玉付きがいいな。それもいいかも。ああ、お腹空いてきちゃった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふふーい。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。クエクエ
かけたぞ。これって夜も探索できるってことなのかな？多分そういうことだと思うぜ。野原家が居候しているヨヨコの家では、夕飯が終わる時間になると、風に乗って女性の声が聞こえてきます。隣の住人、青山ハタが子供たちに本を読み聞かせているのです。しんちゃんも行くみたいね。真ん中にいる女性がハタさん。てかその隣にいる子供たちが風間くんとネネちゃんに見た目そっくりなんだけど。楽しかった。お母さん、誰か来てるよ。来てるよ。こんばんは。この子お姉ちゃんの友達の子なの。しんのすけ。ふふーい。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。ふふー、ねえねえ。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。2人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。こんばんは、僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。かっこいいだろ。私はキネ。綺麗な音色という意味だって。この名前素敵でしょ。餅つきのキネじゃないから。あれ、なんだかカスカベにいるみたいだぞ。カズマくんとキネちゃん、名前まで似てるわ。その時、カズマくんとネネちゃんにそっくり。毎晩ここでこうやって本の読み聞かせをやってるから、あなたも遊びにいらっしゃい。その恐竜は、いや、ここまで似てるとはさすがにびっくりだけど、しんちゃんにとってはちょっと嬉しいかもな。そうね、いつものノリでカズマくんの耳にふーって行きかけてほしいわ。どんな反応するか見てみたい気もするぜ。若い女性らしく、手足を大きな花。お話を聞くときはしんちゃんも縁側に座るのね。なんてかわいそうなエルでしょう。ある日、まだ名前のついていない哺乳類の祖先が川に落ちて溺れていた。1日目だけど絵日記の内容も少しずつ増えてきたな。それに覚えておくぞって書いてあるやつは重要なポイントになりそうな気がするぜ。そうね、遺跡の恐竜の骨とも関係してくるのかも。ヨヨコさん、泣いてるのか。これがヨヨコちゃんの夜の日課。毎晩毎晩とても感動的なメロドラマを見て、彼女は泣いているのです。ドラマを見て泣いてたのね。ミサエとひまわりも見てるっぽいな。どんな内容か逆に気になるわね。ヨヨコさんのお手伝いができるようだな。どんなお手伝いかな、楽しみね。こっちは食堂の方だな。ヒロシとキャップさんが飲んでるわね。男同士で話が弾んでそうだ。それじゃ虫取り再開ね。新聞社前に来たぞ。ここでキャップさんが働いてるのね。工事中につき通行止め。ここから先には行けないよ。掲示板があるから見てみましょ。あっそう、壁新聞、他にもいろいろ貼ってあるぜ。カフェ&バー、ダンシングジローだって。ちょっと覗いていこうぜ。なんか怪しいお兄さんがいるぞ。そう思いながら、しんのすけは思い切って
自己紹介してみました。なんだ、一郎の家の隣に居候してんのか。俺は二郎、キッチンとかラーメン屋は無関係だけどな。二郎さんって言うんだね。名前は普通だけど、圧走の街の雰囲気からするとめっちゃ目立つ店だぜ。あ、カンタムロボ、これはしんちゃんテンション上がるな。登れるっぽいわね。でも特に変わったことはなかったな。牛さんだ、こんばんは。おーい、そろそろ帰る時間だよ。なるほど、体力は余っててもある程度の時間になったら終了になるのね。そうっぽいな、探索はまた明日頑張ろうぜ。しんちゃん、おやすみなさい。おやすみ。ということで、オラ夏1日目終了しました。2日目もまったりとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。